だよ。辛くなきゃ完全に観光してできたけどな、俺いいやな、楽しんでるんだったら。すげえ言うねめっちゃ言うやん、やっぱ人の性格って出るんかな。降りてない。それ私。
多分着いた。あ、いた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 。答えて。フェついてたわ、私。マギラ。肉狩りしてる私や。はぁ、あ、クロセもう、腰ポン並みに言う。はぁ、あ、はぁ、あ、俺でさ、お肉取りすぎてるから、鶏肉取ったらいいじゃん。やめろ、やめろ、真似すんな。なんか変だ。あー、ついてきた。眩しい眩しい眩しい。処理落ちやべえんだけど。なんかね、思えた。マジ、僕一瞬誰かわかんない。俺、名前が何回クロスって言うか分かんねえんだけど。そうだよ、ボルボル聞いてくれよ。うん、このキャラクター作戦の時にさ、うん、俺の中で、あの人のところに黒って入れたっけ、人になってさ、ああ作り直したっけ、人になってさ、うん、もう一回作り直したっけ、ボブになったんだよ。なんでボブボブってよ、ボブあるんだよ、黒とボブがまだ使われてない。多分漢字で黒ってもういるんだと思う。ねえねえ、なんでボブやるんですか。わかんない、ね、ここでのたれ、うん、のたれてるんだけど大丈夫、うん、大丈夫、ただ見てるだけだから。うん、M 字開脚してるってだけだから。え、してないよ。あ、してないの。うん、M ってないんだ。スキーの死体を掴むとね、迷惑なやつ。俺もやったけどね。マニーか。すげえ挙動すんだけど。すげえ挙動すんだけどこれ。何体どう？怖いね。人形みたいなもんだから人が入った。話したらすげえ移動してたけど。足めっちゃピクピクしとる。あ、そのままね、ピクになったらね、もっと後ではいけなかったら、それ死なない。それ死なない。それ絶対溺死するよね。よく待ったよ。ねえ待って、あの建物の中身だっけ、 FPS23 しか出てねえんだけど。俺もそんな感じなんだよね。みんな同じこと言うから大丈夫。このゲーム FPS いらねえじゃんって言われて結局それで流される。いや、いらないかもしんないけど、処理落ちしてるっていうこと自体がもうマジやクギャーって感じなんだよね、ほんと。ねえ、やばすぎて、うん、やばい、あと6分も戦える気がしねえ、ほんと。このスコアを維持できる気がしねえ。ああ、それサルコっていうのが下にいるワニなんだけど、でこいつは攻撃的っていうのにしてあって、このフィラノたちを、でこの拠点に入ってきたあのノラを、ノラが入ってきたら、そいつらを襲うようにしたのね。うん、でも襲った後どこでも行っちゃったら困るから、このサルコ動かないようにしてあるから、こいつに戻ってくるようにしたの。ああ、なるほどね。そう、だからその襲ってる時以外はこいつの後をつけるんだよっていう仕組みになってる。なるほどね。この赤いラインは何なの？赤いラインはここより恐竜が出ないようにしてる。ああ。そういう魔法みたいな。コペってリリーク。スズのトラック。中に入ったのチゲったっていうか。チゲったよな、そうじゃねえんだよな。さすがにゼロになったって聞いてるから。
消えたことないけど消えたことないけど無論だってもね、あ、ないわさすがにね、やっぱね、使おうと思った時一郎だとね、ブッてなるよ。あと全部使ったら補充しろってなるよ。ヒルダン、ブッてなるの。うん、補充しろって思いながら取りに行く。だからやっぱそうなんだよ。やっぱ女の人のいいところなんだよね、そこが。1999年、そう、次のバイスはロンドンのクラブシーン。靴下そこら辺に放置するんじゃねえよって思いながら、世界で一番売れてるウォッカ、スミノフをクールで爽やかなレモン風味のカクテルにして、それから20年。スポティファイの CM いらねえ。週末多分唯一切れるのが、どこにでも何でも言えたら切れるから、それだけは言ってます。どこにでも何でも言える。ちゃんとあの区分しろってこと。そうそう、握ってる金庫の区分最上級金庫があるのに、違うもの、違うところに言えたら、彼の反省が描かれてるんだよね。誰からも愛されなかった少年が世界中から愛されるようになった天才アーティストの知られざる物語。しかもあのボヘミアン・ラプソディの監督だから、音楽もダンスも最高に楽しめるミュージックエンターテインメントなんだ。映画ロケットマン、やべえ、あと3分が早すぎる。戦えるかな。了解。そしたらじゃあテスト集めればいいかな。そういう設計になってんじゃない。じゃないところ。うん、もんじゃないところ。あ、それは一定数だけど、今は伊藤で。だと思う。ああ。これちょっと離席したいんだけど、どっか適当なところに寝ている。そうでしょう。短時間だったらそのまま覚えて大丈夫だし。どんくらいかかるかかわからんから、ちょっと寝かして移動、ちょっと離れるよ。お家の中で寝てるよね。家あんのに外で寝るやついるのか。いるよ。嘘だ。いるよ、ツッキーっていうね。マジか、ツッキー。ツッキーベッドなかったのかな。いや、ベッドあるだけじゃないな、もう完全に庭にいるって言ったからね。あと5メートル移動すれば家だから、ね、ごめん。アイランドじゃん。おいおい待って。お前がつけてるコード全部いいやつやん。やべ、超調子いい。102キルだ。やべ。やべんだが。やべえな。お腹すいたなって思いながら恐竜たちのご飯をひたすら作ってる。パイの手そばみたいだった。わあ、2位だ。110キル61です。G が139で71。ああ、大変。早く食べたい。